つぶやき。ゆりかです。いやー、皆さん、悪い男が出てきましたね。はいはい、りりかさん、アイドルを食い物にするプロデューサー、絶対に許しませんことよ。おおほほほほほほおほほほほほ。ところで、何か手を打たないとダメだね。そうだね。次回潜入するか、ちゃちゃっとやっつけよう。どうぞ。失礼します。はじめまして、アイドル志望のチャココです。どうぞこちらへ。はい。でもな、堂島はすっごい情報握ってんだよ。リリカ怖い。ゴンドウさんの元にいるのは情報をつかむためですよね。三輪さと子さんと権藤さんは昔からつながりがあり、そしてあの痛ましい事故に関わっているのではないかと。これはあなたのお母さんの事故現場近くの写真です。次回、アイドルを救え恋する取り立て屋後編です。謎に包まれたハニーズ三姉妹の母さと子の死、権藤は敵なのか味方なのか。謎が謎を呼びますよ。それでは皆さん、またお会いしましょう。